トーンミシー、はるか、琴音、まほ、私たちはジェイコでーす。はい、ということで今日は GU のコーデ対決をしていきたいと思います。イエーイ、初めてのコーデ対決です。やばい、楽しみ。選手がバレる。もうだって優勝じゃん。この人が優勝じゃん。違う違う違う。だからちょっとあのハンデを私たちにください。何ですか何ですかそれは。あの、はい、何でもないです。でルールがあるんですよ。はい、時間制限が30分です。はい、結構短いよ。結構短い。多分ね、まほ普段お買い物2時間くらいかかるんですけど、きついですね。あ、うん、何でもない。何でもないんかい。長いなって言おうとしたけど、結構そのぐらいかかるわ。かかるね、やっぱりね、うん、まあ30分という短い時間ですが、外ロケなのですごい楽しみですね。値段1万円以下でございます。1万円以下。おー、でも自由だからいけそうですね。1万円以下っていうのは別にいいんですけど、30分っていうのがちょっと怖い。それなんだよ、ね、主人みたいな100個持ってきちゃうかも、急いでちゃんと上と下両方買うんだよ、うん、ということで、じゃあ早速やっていきたいと思います。はい、レッツチェッコー。到着しました。イエーイ。今から30分でやっていきたいと思います。やばい。今12時33分なので、はい、1時3分に買った状態でここに集合したいと思います。 OK です。やばい、見た感じでかそうなので。ね、めっちゃでかい。何階あるんだろう。ということで、はい、行きますか。はい、レッツチェッコー。ここからはナレーションのメロンがお送りするよ。まずは密着はるかさん。テク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 歩いてて、周りをうろきょろしてて、おっと、1階には自分が求めてるものはなかったみたいだね。そそくさに2階へ上がったよ。2階にはどんな服があるんだろうね。おっと、お求めのパーカーを見つけたみたいだよ。たくさんパーカーを物色している。おっと、それもかわいいね。うんうん、いい感じじゃないですか。おっと、まだ下のズボンで迷ってるみたいだね。お、これは魔法に似合いそうって言ってる。2階のここのコーナーもすごいかわいいのがあったんだよ。お、ここにもパーカーがあったね。そこのコーナーを後にして向かった先は3階。さあ、どこに行くんだろう。おっと、この服？うんうん、なんだなんだ、リボン。続いての密着は琴音さん。テクテク、こちらも歩いてて、おっと、早速緑色のワンピースを見つけたね。そしてそれを後にして2階へ上がると、おお、はるかさんと同じパーカーを見てますね。そして次はワンピースを見ています。色物を見るのが好きなようですね。やっぱり人によって好みが違います。そして向かった先は、おお、大好きな青色ですね。ベルトを探して、帽子もかぶってみたり、靴も見ていますね。なるほど、靴も物色しているとは。最後になります密着は、まほさん。こちらは、おお、大人っぽい服装を見ていますね。かわいいです。またそちらに戻って、やっぱりそちらが気になるようですね。そしてジージャンも見ていて、おう、真帆さんは春物をよく見ていますね。ピンク色のズボン可愛いです。髪色と合ってます。一体どんなファッションになるんでしょうか。楽しみです。はい、今一番乗りなんですけど、58、59分で買いました。はい、琴音来ました。ちょっと今遅れちゃった。大丈夫大丈夫。やばいやばいやばい。買いました。今何時ですか。わかりません。携帯の画面を見せてください。17分も待ちましたよ、私たち。ちょっともざいてもざいてということで、じゃあ戻って着替えたいと思います。はい、はい、まずはじめにはるかさん、こちらはストリート系のファッションですね。とっても可愛いです。はい、
ということで、はるかさん曰く首元の詰まった洋服が欲しかったらしくて、なんでかっていうとこのネックレスをつけたいので、それに映えるような服を欲しかったと言ってました。そしてこのサイズもいい感じですね。ブカブカな感じで、かわいいです。はい。そしてこちらのズボン、かわいいですね。あんまりはるかさんってジーンズのイメージがないじゃないですか。なのですごい似合ってると思います。はい。こちらもね、ゆるゆるな感じで、ゆるゆるセットっていう風にね、名付けましょう。じゃあ、はい。で、よくこの靴を履くらしいので、その靴に合うようなズボンが欲しかったらしいです。はい。とても可愛いですね。ストリートファッションで、はるかさんらしいです。はい、続いては琴音さんです。はい。こちらの方はですね、おー、なんと色物と白いパンツで合わせてベージュで、小物ベージュで締めてますね。ベージュファッションにちょっと憧れで思っていたらしいので、そちらをようやくできたということで喜んでおりました。はい。で、まずこちらのトップス、まず青色に惹かれたのと、この可愛いミッキーさんに惹かれたようですね。とても可愛い洋服です。はい。そしてこちらのパンツ、なんと、まあ、このファッションはね、まあ、隠れるんですけど、このベルトまで可愛いということで、はい、こういうパンツ、白いパンツ持ってないので欲しかったなと言っておりました。前も開いてて可愛いですね。あとこのトップス、横も開いてて可愛いんですよ。結構もう切れてるファッションですね。はい。ということで、こちらの靴も靴と帽子とベルトで、ベージュで締めていますって言っております。はい、最後はまほちゃんです。おー、まほちゃんのファッションは結構上級者ですね。はい。カジュアルな格好にジャケットを合わせるという高度な技にかかってきています。はい。で、ポイントとしては、まほちゃん曰く今年流行りのピスタチオ柄というものを取り入れてるみたいで、その柄のジャケットを合わせてるみたいです。ちょっと値段はしたらしいんですけど、インパクトが強いので、デートの日とかお出かけの日とかにおすすめだということです。はい。そしてこちらのズボンは、はるかと実は同じズボンらしいんですけど、まほちゃんはこのトップスが黒いトップスなので、ダークめのジーンズを選んだということです。はい。そしてこちらのベルトも可愛いですよね。なんかおしゃれなやつがついてます。はい。ジャケットにメガネはいい感じですよね。やっとメガネかけられたようです。はい。とても可愛いです。はい。私たち3人の自由コーデファッション対決、いかがでしたか？皆さん好みのやつはありましたか？はい。ということで、こちらは対決なので審査をしていただきたいんですけど、審査員はこれの動画を見ている皆さんです。イエーイ。はい。ということで、ぜひコメント欄で誰のファッションが良かったかコメントしてください。以上、チェゴでした。バイバーイ。はい。3月29日日曜日、チェゴリシャスボリューム2大阪ワンマン開催決定しました。イエーイ。そしてなんと新曲、なんと2曲初披露します。その他にもカバーバースなど盛りだくさんです。はい。チケットの購入は概要欄からできます。はい。そして大阪ワンマンの詳細についてはこちらの動画を見てください。みんな待ってるよ。バイバーイ。はい。本日もご視聴ありがとうございます。いかがでしたか？はい。ということで、明日の動画はなんと TikTok 系の動画です。はい。ということで、あとライブも追加されました。3月20日、京都行っちゃいます。皆さん来てね。